横浜駅の地下からヤッホー。今日は横浜を貫くみなとみらい線、その解説をしていくよ。よろしくね。みなとみらい線は横浜から元町、中華街まで伸びる横浜の中心部だけで完結する路線。2004年開業とまだ20歳にもなってない若い路線だけど、なんとも都会的な背景の下で開業していった路線だよ。じゃあホームに行こう。あ、みなとみらい線にはいろいろ直通先があって、東急を通じて渋谷とかに行くよ。その上、副都心線に直通しては講師に行ったり、さらに東部や西部に直通したりするよ。気を抜いて乗り間違えると、川越のさらに北、森林公園まで連れて行かれるので注意。元町、中華街駅の電車が来たね。東急5050系、渋谷光号っていう、ゴールドがあしらわれた車両だね。東急が経営するビル、渋谷光への魅力を伝えるべく、2013年4月から運行開始したよ。内装外装ともに大きく変わっているこの光号、地味に1編成しかいないよ。狙わずして、当たる。じゃあ、レフライナー、元町中華街駅に乗車、優等列車だから通過駅があるよ。レフライナーは私物で、みなとみらい線では特急扱いになるよ。でも追加料金は不要。ちなみに F の由来は、ファースト、副都心、そして5路線直通の5を示すよ。というわけで横浜を発車、新高島駅を通過して、次はみなとみらいだよ。そろそろみなとみらい線についての解説をするね。みなとみらい線は横浜と元町、中華街を結ぶ横浜市内完結の6駅、 4.1km の路線。平均駅間はだいたい 800m と短めだけど、横浜のビル群、観光地、繁華街などにきっちり止まるよ。経営している会社は横浜高速鉄道、横浜市や東急が出資した三石だよ。ところでこの路線の正式名称は、みなとみらい21線。このみなとみらい線はみなとみらい21事業っていう、横浜地区を整備する事業で建設。横浜の自立性、港の観光地化を狙ったり、東京一極集中の中での首都機能の分担とか、そういった横浜の真ん中を統一して横浜の経済を発展させていくのが狙いだよ。この事業は横浜市都森林会部総合整備計画っていう、1979年の基本構想から今まで続いてるよ。列車は新高島駅を通過中、みなとみらい線の中では一番乗降客数が少ないよ。どれだけ少ないかっていうと、こんな感じ。駅名は日本初の鉄道開設に関わった高島開門さんから取ってるのに、どうにもかわいそうな駅。今年で日本初の鉄道開通から150年だし、何か動きがあれば。さて、みなとみらいで一旦ホームに降りるよ。みなとみらい線は全体的に駅構内の雰囲気がとても凝っていて、6駅すべてにそれぞれのコンセプトがあるほどだよ。例えば横浜駅だったら、透明感と光の間が織りなすクリアな空間で、アクセントになる色を多数使って分かりやすい案内を目指しているし、そしてみなとみらいでは巨大な地下チューブ空間の船が移動するがコンセプト。このみなとみらいは開発地区の真ん中にあって、いろいろな商業施設と密接に関わり一体化してるよ。この一体化した空間は街のつながりを強くするアーバンギャラリーの下で、吹き抜け凄まじい雰囲気を目指して作られたものだよ。実際に降りてみると、地下23メートルにあるホームからでもその迫力は楽しめると思うよ。ちなみにコンセプトにあった船は、この地域が湾口に近いから。もともと横浜って鎖国が終わった後は横浜で8割近くの貿易をしていたし、駅の近くにも帆船で本丸って船が置かれた観光地があったり、近くには桟橋もあったり、何かと横浜は船とつながりが深いんだなって改めて思うよ。あ、みなとみらい駅に広がる中部空間は多目的なギャラリーの役割を担っているよ。あれこれ見てたら渋谷方面の電車が来るみたい。見るだけ見てみよう。みなとみらい線に来る車両はほとんど東急か東京メトロの車両なんだけど、今回は東急の車両だったね。2002年デビューの5000系、21世紀らしい人と環境に優しい車両をコンセプトにしている車両だよ。一方の1番線、撮影日は2021年だからメトロの旧型車両7000系を期待しているけど、東急の優しい車両5000系だったよ。なんだか今日はよく当たるね。残すは3駅、じゃあサクサク乗っていこう。この車両は渋谷光号じゃないから普通の座席。明治時代の乗り合い場所から来た文明開化あふれる馬車道駅。開国後にイギリス人の設計の元工事が進められた日本大通りに送り仮名をつけた日本大通り駅を出て、次が元町中華街駅、終点だね。
共通商条約での外国と関係しているよ。横浜が開港した時に外国人の居留地とかができたんだけど、その頃に西洋人との翻訳係として中国人が呼ばれたんだ。それから中国人が増えていって中華街へと発展していったとされているよ。ちなみに同じく中華街として知られる神戸や長崎も大体同じ経緯だよ。後元町については開港に伴ってもともとあった村の民家をこの地域に移して、それが元村と呼ばれたのが転じて元町になったからだよ。さて元町中華街に到着。コンセプトは駅はグラフィカルな一冊の空間になるだよ。どんな辞書よりも重い、そんな歴史的背景から漂う日本有数の観光地域。駅を挟んで中華街の反対にある山下公園もその歴史の一端を担っているよ。元町中華街駅はシューター端っこの駅だけど、一面二線のこじんまりした駅なのに、平日は7時台だけで20本もの電車が来るから、総じて折り返しは超スピーディーだよ。それに8両も10両もやってくる、ものすごいカオスな駅。硬い椅子にも貫禄があるように。あ、次々来る電車に乗り込むから誰も座らない。そっか。そうそう、港未来線には東急5000系をベースにした Y500系っていう8両の青い車両がいるんだけど、いかんせん6編成しかいないから結構レアだよ。見かけたらラッキー。たまたま路線図があったからついでに取っとくよ。ちなみに東横線では日吉からさらに相鉄線を通じて新横浜の方に伸びるらしいよ。港未来線そこ自体から直通することはないと思うけど、港未来線の直通先である副都心線が広大なネットワークを持つことになるよ。もっと便利な副都心線へ乗り間違いが増えないかは少し不安。壁に描かれたモノクロームのレトロな街並みに思いを馳せながらエスカレーターを登るよ。この壁だけじゃなくてコンコースには人物や道具などが描かれていて、まるで美術館みたいなゴージャスでシックな雰囲気が味わえるよ。そういえばこの路線を経営する横浜高速鉄道、実はもう1路線管理しているよ。それが東急こどもの国線、横浜市の北西部長津田とこどもの国を結ぶ路線だよ。施設自体は横浜高速鉄道が管理しているけど、東急電鉄が路線を運営している感じだよ。改札を出よう。KQ が発売している横浜ワンデー切符っていうフリー切符でも乗れるから、港未来線も使いつつじっくりと横浜を見て回りたい場合はおすすめ。まあ港未来線それ自体の運賃はびっくりするほど高いわけではないけど、その運賃はこんな感じ。初乗り190円で乗り通すと220円、三席ってことを考えればある程度の範囲内には収まっていると思うよ。この運賃表には直通先の東急線までは載っているけど、東京メトロやそれ以上は載ってなくて、切符が通りたい地で生産という形になるみたい。便利な IC カードを使おう。というわけで今日は港未来線に乗ってきたよ。駅名だけじゃなく駅のデザインにも歴史を感じられる、そんな路線だから横浜に行くときにはぜひ乗ってみてね。じゃあねー。